の進入2つに分かれています。やはり2号艇小池周平が人気の中心、8レース目線競争進入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース1号艇鈴木幸男、そして角から4号艇牧、6コース6号艇向田がいいスタート。1周の1マークインから先手は1号艇鈴木、待って溜めて刺す2号艇小池、握っていく3号艇小馬、内をついて5号艇川島拓郎でバックスレッジ、回ってから1号艇鈴木を捉えた。2号艇小池周平がトップ判定進リード、1号艇鈴木2番手、3番手5号艇川島スターター正常。1周2マーク2号艇小池周平がトップターン、差し返す1号艇鈴木に5号艇川島が絡んでくるか。2番手争い内5号艇川島、外1号艇鈴木の争い、後方3号艇小馬、6号艇向田、4号艇牧浩二の順でレース3周目に入ります。2周の1マーク2番手争い、内側から5号艇川島拓郎が回っていきます。3号艇小馬を回してから差しに回る1号艇鈴木幸男は3番手、上位の体型2番5番1番、あとは3号艇6号艇4号艇の順で各艇がスリット裏を通過しています。2周2マーク先頭で2号艇の小池周平です。2番手5号艇川島拓郎、3番手ターン1号艇鈴木幸男、上位の体型2番5番1番の順で各艇が時計前を通過していきまして、これから最終周回の1マークに向かっていきます。2コースから差しが決まった。2号艇小池周平が先頭、3周1マーククリア、最後のバックスレッジ、そして2番手で5号艇川島拓郎がクリア、3番手1号艇鈴木幸男、上位の体型2番5番1番、4艇審査の4番手3号艇小林雄二郎で6艇がこれから最終コーナー、3連単251 77.5 倍となっています。先頭で2号艇小池周平シリーズ1着スタート、最終12レースドリーム戦再登場です。2番手5号艇川島、3番手1号艇鈴木幸男が勝ち取っての2番5番1番、1着で2番の小池周平がゴールイン、2着で5番の川島、3着で1番の鈴木がゴールイン、後方3番小馬、6番向田、ラストで4番の牧。その後コースに5号艇48号機の小池周平、初戦2コース出しでしっかり1着スタート、オーストロックコース6号艇の伊藤誠司、セット効果あった6レース差して制していました。枠なりの3対3の進入スタイル、初日のメインカード第12レースドリーム戦、進入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5、6コース5号艇小池周平、そして6コース6号艇伊藤誠司がコースタート、そのまま5号艇小池周平伸ばしていきますが、これを制して1号艇藤山が引戦先前、まくり出しに切り替えた5号艇小池周平でバックスレッジ、内から5号艇48号機小池が先頭リーダーに挺身です。2番手1号艇藤山、3番手2号艇永田が3挺身リード、4番手4号艇桃本、後方6号艇伊藤、3号艇寄せ、12レースドリーム戦スターター正常。1周2枠5号艇小池周平がトップターン、2番手1号艇藤山、3番手争い、6号艇伊藤をめぐる争いで、内から4号艇桃本、外から2号艇永田周知です。3番手争い、現在は4号艇桃本と6号艇伊藤が並走状況で、レースはこれから2周回目に入ります。2周の1マーク3番手争い、内に船を向けていった2号艇永田修司から回る、3号艇4号艇を回してから差しに回る6号艇伊藤誠司でバックスレッジ、3番手先取りから2号艇永田が現在4艇進リード、上位5番1番2番で各艇がスリットラを通過して、これから2周の2マークです。2周2マーク先頭で5号艇の小池周平です。2番手1号艇藤山、3番手2号艇永田修司の上位の体型5番1番2番で各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークに向かっていきます。1号艇藤山翔太引戦先前をしましたが、5号艇小池周平のまくり出し入って、そのまま5号艇小池周平がトップ独走スタイル、2番手で1号艇人気の藤山、3番手2号艇永田修司の上位の体型5番1番2番、3連単の5-1-2のオッズ 50.6 倍となっています。初日の今日差しとまくり出しで連勝、メインカード初日のメインドリーム戦を制します。5号艇の小池周平最後の直線コース、2番手1号艇藤山翔太とドリームは大阪勢のワンツースタイル、3番手2号艇永田、5番1番2番です。1着5番の小池周平がゴールイン、2着1番藤山、3着で2番の永田がゴールイン、後方4番山本、3番岩瀬、ラストで6番の伊藤がゴールイン。